足立由美、キャンキャン史上最年長拍子変わらぬ美しさの秘密とは。女優の足立由美が23日発売の雑誌シーアンカム6月号の表紙に登場。同誌史上最年長表紙を飾った。インスタグラムのフォロワー数は76万人を超え、写真がアップされるたびに可愛いのコメントが。さらに昨年9月に美容師のゆっとうべオフィシャルアカウントでセルフメイク動画が公開されるや、再生回数は530万回超えという。女優の足立が同誌6月号にて同誌史上最年長の表紙を飾った。2歳で芸能界入りし、長く国民的女優として活躍。現在38歳、2児の母でもあるが、その美貌と可愛らしさは今も全く変わらぬまま。初めてインスタグラムの写真や YouTube 動画を見た20代女子の間で奇跡の38歳と人気に。さらにこの4月からは10年ぶりに地上波連続ドラマの主演を務めるなど話題沸騰中。足立由美、変わらない美しさの秘密とは。そんな足立が表紙を飾る今号の特集は、可愛いが続く美の秘密。足立の変わらない美しさの秘密に迫る6ページでは、スキンケア、メイク、ボディケア、インナーケアなど CANCM 世代向きになるアンチエイジング術を紹介する。動画で話題になったメイクについては、流行のメイクをするのではなく自分の人間性を出すっていうのがセルフメイクの手間。パッと見てこの人ってこういう人なのかなって伝わるようなメイクを意識していますと、こだわりのマイルールを紹介。ドラマの時はヘアメイクをつけずに自分でメイクするというから、その腕前は本物。特集では足立が日頃使用しているお気に入りコスメも紹介している。足立由美、一番大切にしていることは穏やかでいること。実は足立、美容に関してちゃんとしなきゃという意識が目覚めたのはつい最近のことという。子供の頃からお仕事をしていて、昔から童顔だと言われていたこともあり、どうせ自分の顔なんてダメだ、私なんて美容に興味を持つなんておこがましいと長い間思い込んでいました。年を重ねるうちに美容の取材が増えてきて、意識が少しずつ変わっていった足立。特集では日頃の肌やボディのケアについても語っているが、一番大切にしていることは穏やかでいることという。私は内面的な変化が肌にも影響しやすいようで、精神的に何かを感じるとすぐに荒れちゃうのです。だから気持ちを穏やかに保つことは唯一ずっと意識していることかもしれません。その他、今号にはAAA の宇野実彩子33や元モーニング娘。の道尾もさゆみ30などアンチエイジングの達人たちが登場。ずっと変わらぬ美しさと可愛らしさの秘密を公開している。